今私が義手を動かせているのは脳の指令をセンサーがキャッチし、その信号をコンピューターが読み取って義手を操作したからです。もちろん遠隔で操作することも可能です。こんな風に右手と左手が離れてじゃんけんすることもね。そろそろ左手にも勝たせてあげましょう。